まあどうせ展開はされてないと思うんで、従業員にお声掛けしたいと思います。コラボでクリアファイル、クリアファイル、何のクリアファイルでしょう。ラブライブのちょっと待ってください。はい、広げるんで見てもらっていいですか。はい、物があるかどうかもちょっとわかんないんですけど、はい、とりあえずこの中から選んでもらって、これで全部ですね。そうですね、チョコレート系話してるのかな。はい、というわけで買ってきました。まあチョコレートだったね今回。はい、まあ恒例のセブンイレブンと、ラブライブコラボのね、あのクリアファイル、対象のお菓子2つ購入して1枚もらえるってやつで、レオナがもう全種類っていうんでね、もう全種もらってきました。まあこれもいつも通りなんだけどね。で今回のねクリアファイルのイラスト、はい、もう最初見せちゃいますね。はい、もうセンターからね、はいドン、はい、こちら花丸ちゃんね、はい、未体験ホライズンのね、はい、楽曲衣装のクリアファイルです。ちょっとねこの明るいところでかざすとね、若干裏面とねちょっと重なっちゃいますね。はい、なんでちょっと映像としては見づらいかもしれないですけど、はい、今更ながらね、あの花丸ちゃんセンターおめでとうございます。かわいいね、ウィンクしてますね。まあ一番最初はね、まあ、花丸ちゃんからっていうことで、クリアファイルちゃんとねここサインもあります。はい、で多分、まあ、いつも通りで行くならば、まあ種類あたり4枚なのかな。でも今までは全種ごとがあって、全10種だったのが今回全9種なんで、各メンバーごとのみになりますね。そこがいつもと違うところかなって感じです。はい、裏面いきましょう。はい、はい、ポーズ、お花もあるしてますけど、はい、ポーズ自体は多分表と一緒かな、そのままシルエットになったって感じっぽいけどね。はい、でラブライブサンシャインと、アクアのロゴが、はい、ついてますと、まあそんな感じですがね。はい、じゃあ2枚目いきましょう。あ、今見えちゃった。はい、ヨハネギラン。あ、でも表情かわいい。はい、ちょっとほっぺがねちょっと赤くなってて、はい、こういう表情もなかなかちょっとレア映像、クールな感じというよりは、はい、ポップな感じですね。で裏面すげえな、アイコンがデカデカとドンと、ちょっとなんかシンボルが目立ってますね。あのね、裏面がなんかいつものクリアファイルって、あの表はすごいいいんだけど裏面がね結構シンプルだったりするんですけど、今回裏面結構凝ってるよ、うん、っていうのは確かに。この模様がね結構細かいね、本当にね、このパッて一瞬見た時にラブライブ感、今までのラブライブ感とはちょっとやっぱ違う、パッて見てん？え、ラブライブみたいななんかそんな感じをイメージさせる、なんか本当に新しい感じ。はい、じゃあ3枚目いきましょう。せーの、はい、とルビーちゃん、スタイルいいなシュッとしてるね、シュッとしてるね。なんかもしかしたらこの PV というかね、この踊ってる最中のワンカットなのかなって感じですね。自分もね正直ねちょっとすごいめちゃくちゃ何回も見たわけじゃないんで、はい、まあ、ただね公開された初日は見ましたけど、はい、間違ってたらごめんなさいね。あ、何、羽よく見たら模様違うんだ違うんだ。はい、ルビーちゃんも可愛いな。表情、みんなね、今のところ表情すげえ可愛いのよ。表情良き。はい、裏面こんな感じと。うん、やっぱ、ポーズそのままのシルエットですね。はい、では次、4枚目ですね。いきます。せーの、はい。はい、マーリー、いきましたね。はい、やっぱ表情いいわ。ちょっと俺の今回の推しポイント、みんなの表情だね。もちろんポーズとか衣装もいいんだけど、すごい表情が可愛いわ。裏面。おかっこいい。まあ、でもギルキス感あるね。はい、いきます。せーの、ほい。はい、リコちゃん。いや、でもやっぱ衣装もいいわ見てると衣装もすごいやっぱいいな。キルリアの推しのリコちゃんです。まあこの辺からはね、まあ、ざーっと流していくような感じかな。裏面はね、ほい。はい、ダイヤちゃん来ました。え、ダイヤちゃんめっちゃ可愛くない？顔、このダイヤちゃんの顔めっちゃあのね可愛い、普通に可愛い、本当にキュートの可愛さ。え、俺この表情めっちゃ好きだよ。これ可愛くない？え、このダイヤちゃんめっちゃ可愛い。はい、裏面こんな感じと。ちょっとパッと見ポーズがわかんないね。こうやって見るとね、あーそういうことってなるけど。はい、次、せーの、はい、ようちゃん。あー、やっと来ました、俺の推し。やばいっすねやばいっすね。いや、衣装もいい。今の季節にもね結構ぴったりな感じですよね。このなんか涼しげ、涼しげっていうの、
全国の涼しげさんごめんなさい。裏面こんな感じです。この表情、はい、もう全速全身ヨーソローですよ。もう何を言ってんだ。キラキラと光る空。はい、次チカッチと、この四つ葉のクローバーのことか。そう、はい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 、いつもはこれか。はいはいはい、これね。あ、でリコちゃんだとこっち。お、みんなついてんのか。いや、みんなついてない。ついてないね。2年生は四つ葉のクローバーがついてて、リコちゃんだけ頭についてんだ。経験値が1上がった。分かる。チカッチのベルトのこの K が何の K なのっていう。で、花丸ちゃんもこのインフィニティなのかな。サングラス、謎解き過去のクリアファイル。はい、ラスト行きましょう。はい、カナンちゃん。はい、ラストですね。カナンちゃんはお月様ですよ。はい、このベルト。はい、裏面。はい、裏面一通り、まあざっくりっていうか、ざっくりでもないな、もう結構がっつり、はい、紹介しましたが、ちょっとね、ごめん、一人で広げるのきつい。はい、折ったら殺す。というわけでね、まだね、グッズ化がまだそんなにされてない、うん、あの発表されてね、まだそんなに間もない新しい楽曲衣装ってことでね、はい、なかなかやっぱ新鮮です。あとは対象の商品が、ま、お菓子でチョコレートなんだけど、だいたい100円ちょいぐらいで買える商品なので、もう学生にもありがたい。あの200円、250円ぐらいあればクリアファイル1枚もらえますから。しかもこんなクオリティいいからね、裏もすごいクオリティいいんで、これやっぱおすすめっすね。てかやっぱね、セブンのコラボのクリアファイルってか、うん、まあ全部そうなんだけど、お得だわ。うん、だって普通にこれさ、物販っていうか普通に買ったらこれね、350円から下手したら500円近くすると思うよ、この感じ。本当に公式で出てたらね、それが、まあ、250円でね、あのクリアファイルを買ったらチョコレート2つついてきますっていう感覚でいけばね、もう全然安いんで。俺の予想はなんか推しと花丸ちゃんの2枚買うみたいな人も多いんじゃないかなって思う。でもみんながそれやると花丸ちゃんが絶対ね、最初なくなる気はするのよ。これまああくまで予想なんだけどね。はい、なんでね、花丸ちゃん確保するためには結構早めに行った方がいいと思います。はい、というわけでね、9月2日おそらく全国のセブンイレブンさんで、まあ、こちらのねクリアファイル、はい、対象商品のお菓子2個購入でクリアファイル1枚プレゼントっていうか、まあはい、ついてきますよっていう、キャンペーンの紹介でした。はい、次回はあの缶バッチ来ますので、缶バッチも紹介して、まあ、動画にできたらいいなって思ってますので、あの本当に欲しい人は早めに行った方がいいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。